ア選抜のイングランド、たった一人の男に封じられてしまう WWW。イングランドはユーロ2戦目でデンマークと対戦。しかし1-1の引き分け。フォーデン、ベリンガム、ライン、サカ、ライスなどを擁するほぼ世界選抜のイングランドだが、サウスゲート、たった一人に封じられてしまった。いつ見ても、こういう初日みたいなサッカーしてるのエグいって。ボーエンよりも、アーマーが、序列下なの世界でもサウスゲートだけ。プレミア22得点、16アシストをして、チェルシーを一人で引き上げた男をベンチに座らせる神采配。あの柔らかいピッチで、アーマーが出場してたら、怪我してたかもだから、チェルサポはポジティブに捉えよう。ベリンガム調子悪いのに、フル出場させるあたりも神采配。左サイド壊滅的な上にをしごめるグリーリッシュ絶対必要なのに落選させた時点でさすが南門だとは思ってた。こいつ5年目で絶望してる日本サボよ。イングランド見てみろ。こいつ9年目だぞ。正直、森保とカジにならないくらいサウスゲートがやばい。超高級食材使ってポテトとチップスしか作れない男。パーマーとゴードンを意地でも使わない男。正直ベリンガムはシーズン序盤に確変入ってただけだからボランチ起用してトップ下にフォーデンかパーマーでいい。ベリンガムのバロンドール、ラインのタイトルが実現しない理由。これ、イングランド人はマジでどう思ってるん？